モントレー、モンタレー、モンテレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州モントレー郡、太平洋岸のモントレー湾に位置する町。人口は約3万人。面積30.4平方キロメートル。歴史の揺りかごと呼ばれている。映画、エデンの東の舞台となった。モントレージャズフェスティバルは1957年に始まった伝統行事である。 1967年のモントレーポップフェスティバルは伝説的なイベントとして知られている。2021年に MacOS12 の愛称としてこの街の名前が採用された。石川県七尾市は姉妹都市。ヨーロッパ人以前、モントレーの地には先住民のラムゼン・オローニ族が住んでおり、狩猟採集生活を行っていた。先住民による多数の貝塚が発見されている。 1602年、セバスティアン・ビスカイノがカイロこの地を訪れて、モンテレーワ湾と命名した。その後167年間ヨーロッパ人は訪れなかった。モンテレの名は歴史上、モンティーレイ、モントレイなど様々に綴られた。ガスパルデ・ポルトラは、ビスカイノの記録にあるモンテレーワ湾を求めて陸路探検し、1769年10月1日に、 現在のモントレーに到着したが、そこが目的地であることに気づかずそのまま北上し、サンフランシスコ湾に到達した。1770年のポルトラの2回目の探検で、ようやくそこがビスカイノの記述にある土地であると判断した。スペイン人はこの地にプレシディオを築いて駐屯した。また、フニペロセラはミッションを築いたが、駐屯軍と衝突を起こして、 翌年カーメルにミッションを移した。なお、現在も、米軍の駐屯地の名として、プレシディオ・オブ・モントレーが使われているが、これは20世紀初頭に建設されたもので、元のプレシディオとは別である。セラが最初に建てたミッションの建物は、プレシディオ内のチャペルとして用いられた。最初の建物は消失したが、1794年に、インディアンの労働によって再建された。 1849年に、モントレー教区の市教座制度に指定され、現在もサンカルロスボロメオ大制度として、使用されている。1777年、モントレーは両カリフォルニアの州都に定められた。カリフォルニアへのすべての船には、モントレーの税関を通過しなければならなかった。税関の建物は1814年に、スペイン人によって建設が始まり、中央部分は、 メキシコ時代の1827年に作られ、アメリカ合衆国時代の1846年に完成した。税関の建物はカリフォルニアの現存最古の政府庁舎であり、カリフォルニアの歴史的ランドマーク第1号である。1821年にメキシコが独立した後、1830年代になると政教分離によって、 ミッションの所有していた土地の大部分は個人に払い下げられ、ランチョが成立した。米国戦争では、モントレーは、モントレーの戦いの場となった。1846年7月7日に税関に、アメリカ合衆国の国旗が掲げられ、カリフォルニアがアメリカ合衆国に属することを宣言した。1849年までモントレーは、カリフォルニアの首都であり、コルトンホールで、 1> 第1回のカリフォルニア憲法会議が開催された。その後はサンノゼホかいくつかの都市に移り、最終的に1854年にサクラメントがシュートになった。モントレーは長い間湾内の漁業によって有名であったが、乱獲によって1950年代に漁業は壊滅した。20世紀初めの漁業用の小屋とキャナリーローは現在も保存されている。 19世紀末から20世紀にかけて多くの画家や作家がモントレーに住んだ。モントレーに住んだことのある作家としては、ジョン・スタインベック、ロバート・エイ・ハインライン、ヘンリー・ミラー、ロバート・ルイス・スティーブンソンらが知られる。海岸近くに沿って走る修道1号線によって、北はサンタクルーズに、南はカーメル・バイザ・シーやビッグ・サーにつながっている。また、 修道68号線でサリナスに出ることができる。サンのゼとの間でアムトラックのバスが運行している。他にグレーハウンドのバスも走る。市内を MST バスが走り、カーメル、サリナス、ワトソンビル方面はこのバスで行くことができる。サンタクルーズへはワトソンビルで乗り換える。モントレーベース族館、ありがとうございます。